1639年の肖像画ジョン・ウッドールは、イングランド王国の医師。1617年の著作ザセルジン、S、is, 人、S、スメイト、ア、エイトリーテス、ディスカバリング・フェイス・フリー・ザ・デュー・コンテンツ・オブ・ザ・セル人、スチェストで、解決病の治療法に初めて、レモンジュースを用いたことが知られている。リチャード・ウッドールとメアリー・インセルの娘の息子として、1570年に、生まれた。 1580年代末に、第13代ウィロビード・アーズビー男爵ペレグリン、バーティー率いる、不評連隊に軍医として、従軍、1589年から1590年まで、連隊が、ノルマンディーで、タイカトリック同盟の戦争に参戦した時もそれに、従って、フランスに向かった。その後の8年間は、シュターデに住み、オランダやフランス、ポーランドを旅しつつ、 ペストの治療に関わることもあった。また、ドイツではしばしば、イングランド女をエリザベス一世が派遣する施設団の通訳を務めた。帰国後は、ロンドンのウッドストリートに住み、1599年に、ロンドンと小屋外会組合に加入、1601年3月24日に、都定期間を終えた。1603年のペスト流行では、治療に尽力し、1604年に、 ポーランドへの施設団に随行した。1603年12月18日に未亡人、サラス・テイブリー、1641年没と結婚、三男一女を設けた。1598年に父が死去すると遺産継承をめぐり弟との争いが起こったが、1607年に弟が死去したことで解決した。これらの財産を用いて、 イギリス東インド会社やバージニア会社、サマーズ諸島会社に多額の投資をしており、1621年頃から1634年まではバージニア産のタバコをイングランドに輸入した。1612年にイギリス東インド会社の医師相関に、1616 16年1月19日にセイバーソロミュー病院の外科医に任命され、 いずれも1643年に死去するまで勤めた。東インド会社では、会社の病院で患者を治療する傍ら、医師の規約を作成し、その雇用に関わり、1617年には、ザ・セルジン・エスメート・オア・エートリーテス・ディスカバリング・フェイス・フリーザ・デュー・コンテンツ・オブ・ザ・セルジン・エスチェストを表した。この著作は、下界の道具箱に含まれる器具や薬の使い道などが、 詳しく記述されており、解決病の治療法にレモンジュースを用いた最初の書籍である。その後、1618年3月26日に年俸が30ポンドに上がった。1628年、ラロシェル法医宣へのイングランド派遣軍の軍医を教育するために、主に重曹の治療について記述した、バイ・イティカム・ビーイング・ザ・パスウェイ・ツー・ザ・セルジン・エス・チェストを表している。 1639年にはこれら2作を一冊に合併したザ・セルジン・エスメート・オア・ミリタリーアンドデュアメスティック・サージェリー・ウィズ・エートリー・テス・フォー・ザ・キュアー・オブ・ザ・プレイグが出版され、国王・チャールズ一世に検定されている。ロンドンと小屋外科会組合では更新の育成や、組合の事務に精力的に関わって昇進を繰り返し、1632年には、 組合のマスターに上り詰めた。1643年8月28日に、ブロードストリートの自宅で死去31日にセントベネットフィンクに埋葬された。子女たちに多額な遺産を残した。ありがとうございます。